リトルナイトメア。それはまるで子供の頃に見た悪夢。皆様こんにちは、ベイカーです。本日はペイルシティに佇む廃病院の主ドクターについて。彼はあの病院で一体何をしているのか、そしてモーの双子のシェフが愛用しているマスクとの関係について考察していきたいと思います。今回の動画は前回の続きとして展開してまいりますので、こちらの動画も合わせて見ていただけるとより楽しんでいただけるかと思います。それでは美しい悪夢の世界へ行ってみよう。病院に到達した我々プレイヤーが最初に対峙する敵は、不気味に這い回る謎の手首。まるで雲が這うように動くため、雲嫌いの僕にとってはかなりきついクリーチャーでした。しかし彼らは一体どのような原理で動いているのか。僕たちの生活の中でこれに最も近い現象はポルターガイストだと思われます。心霊現象の一種として知られていますが、この病院は闇の中でうごめく人形で溢れています。そしてあの手首も人形から分離して動いているため、心霊現象として動いているという原理は両者ともに同じものだと言えるかもしれません。ここで前回のおさらいをしましょう。レディの秘密部屋に登場した影の子供たちは、脳無にされてしまった子供たちの魂である。そして学校のいじめっ子にその魂を移し、ドクターの手で大人の大きさに作り変えられているのではないか。つまりあの人形がモーで脱走をした子供たちの慣れの果てであるならば、這いずり手首もそれと同じであると考えられます。子供であるものを執拗に追いかけてくるのも、かつての体を取り戻したいという子供たちの魂の願望なのかもしれませんね。これは人形にも同じことが言えるかと思います。さて、世界から見たドクターの役割とは一体何なのでしょうか。僕の考察では、モーは電波塔に対抗するための施設であると考えています。モーの最上階に並ぶあまたもの肖像画、その中でも幹部のような位置づけにドクターや教師の姿を見受けられます。前回の動画で考察した一連の流れが通るのであれば、ドクターも病院で世界的に見た重要な役割を担っていると思われます。それは電波塔下でも生きることができる新人類の研究ではないか。いきなり突拍子もないことを言ってしまいましたが、僕がこう考えたのにはいくつか理由があります。まずはドクターがどこで仕事をしているのか。エレベーターで降りた地下深くですよね。さらにそこでは人形だけでなく、生身の人間の死体が保管されていました。生身の人間を使って一体何をしているのでしょうか。死体保管庫から覗く足を見たところ、生皮が剥がされているようです。これを見るにマスクの製造で間違いないでしょう。モーのシェフもこれらと同じものをつけていると思われますが、そもそもなぜこの世界では顔を覆う必要があるのか。それも人間の生皮を使ったもので。僕の考察を見てくださっている方はピンとこられたかもしれませんが、電波塔の影響は他者の肉体を通じることである程度その毒素をろ過することができるものだと思われます。そうなると人間の皮膚でできたマスクに需要がある理由も、電波塔の光から身を守るためだと説明がつきますよね。さらにベッドに寝かされていた人形たちは上の階の人形たちと比べて小さいですよね。そしてドクターもかなり慎重に看病をしていることから、この光景は魂の器となったいじめっ子が徐々に大人へと作り変えられている過程ではないかと考察できます。その失敗作は上の階へと幽閉し、あのおぞましい廃病院となったのではないでしょうか。
わざわざ地下深くでこれらの仕事をしていることから、モーデの連携を考えても電波透過で生きることができる人間の開発、すなわち新人類の研究ではないかと考察しました。そしてもしかしたらその研究の成功者が本編に登場していたかもしれません。皆様は覚えていますでしょうか。ベッドに横たわりカーテンの奥で呼吸をする一体の人形を、さらに心電図も動いており、ドクター自身もかなり大切にしているように見受けられました。僕は初見時、ドクターの愛人や家族かなとも思いましたが、これまでの考察を交えると、モーとの共同研究で成功した初めての被験体だったのではないかと考えるようになりました。つまり、電波塔の影響を受けない人形でありながら、人のように呼吸をし、心肺機能が働く世界の希望、新人類だったのではないでしょうか。しかし、我々プレイヤーは、その希望の心電図を止めてしまい、ドクターに追われる結果となりました。心肺蘇生が間に合ったのかは定かではありませんが、あれだけ早く追いかけてきたことを考えると、もしかしたら手遅れだったのかもしれませんね。子供にとって未知の世界である大人社会、無知がゆえの罪をここで見せつけられた気がします。さらにほとんどのプレイヤーがあの場でドクターをこんがり焼いてしまいました。あの行動、もしかしたらとんでもない過ちだったのかもしれません。今回の考察をまとめると、ドクターは病院の地下深くで電波透過でも生きることができる新人類の研究を、もうや学校との連携のもと執り行っていたのではないか。暗闇でうごめく人形たちはその研究の失敗作として上の階に幽閉されてしまった。這いずり手首はかつての体を取り戻したいと願う、モーで脳無にされた子供たちの魂がポルターガイストを引き起こした結果である。今回の考察いかがでしたか。ペイルシティという危険地帯の最前線で責務を全うする教師やドクター、黒板の乱れた文字や人形のパーツがバラバラなのも、そのストレスや娯楽だったりしたら面白いですよね。引き続き頑張っていただきたいと思います。次回の動画でお会いいたしましょう。動画ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではリトルナイトメアやバイオハザードなど世界観の奥深いホラーゲームを中心に実況や考察動画等を更新していきます。ぜひまた遊びに来てください。